常磐急行交通株式会社は1960年代から1970年代に存在した日本のバス事業者である。旧国道6号の長距離路線を運営するために沿線で路線バスを運行する6社の共同で設立された。東京都心から旧国道6号を経由して茨城県水戸市、日立市を結ぶ急行バスを運行するためその沿線を 営業区域とするバス各社共同で1962年11月に設立された。通称常磐急行バス。1962年12月1日に運行開始された。当時は常磐自動車道が開通しておらずすべて一般道、経由であって、国鉄常磐線の普通列車よりも所要時間がかかる上、 東京寄りの区間を中心に渋滞に巻き込まれることが多いこともあったため利用者数が伸び悩み、1977年に路線廃止、1978年3月に会社解散し廃業した。出資会社は、京成、東部、上層筑波、鹿島三宮、宇ばら港、日立電鉄の6社で、沿線地域でバス路線を持っていた各社である。京成と東部は、 東京都、千葉県側の会社という位置づけに止まらず、三戸方面の勢力拡大を競っていた。上層筑波と鹿島三宮はすでに京成の参加にあり、1965年には合併して関東鉄道となる。また京成は1971年水戸の百貨店に資本参加している。一方で関鉄には東部資本も若干入っている。東部はこの頃までに 自社エリアに近い茨城県西部から水戸へバス路線を伸ばしており、1965年には水戸に近い笠間市営バスを買収し、一時存在感を強めていた。なお、常磐自動車道開通後、東京水戸間、東京日立間、東京、かつた、東海間などの時は高速バスは運行開始後に便数が増加しており、常磐急行バスとは逆の展開を見せている。 それら高速バスは独自の会社を作るのではなく、各社共同運行という形をとっている。牛久沼。写真の東方に国道6号が通る。1962年8月6日、免許、同年12月1日運行開始。新橋日立間のキロ数は158キロメートル。現県全経由系統は166キロメートル。 当初は、運賃400円と当時の国鉄線より安く、設定された。所要約3時間30分から4時間前後であったが、実際には、大幅遅延し、定時運行が困難であったと伝えられている。国鉄上磐線の客車普通列車よりも時間がかかる、こともあって利用者数が伸び悩み、1日8、往復運転するも中期には4往復、末期には2往復までに減便。 利用者がほとんどいないまま1977年に廃止された。当初は車掌乗務であったが、中期以降は運転士のみであった。あまりに所要時間が長いため、牛久沼など途中2カ所で休憩停車があった。また新橋停留所であった新橋駅前ビル2号館では乗車券を発売していた。停留所間隔は概ね数キロメートルで、 平行する国鉄上磐線の駅間距離に近い、すべて一般道経由で全停留所総合間の乗降が可能であった。主な途中停留所は、墨田公園入り口、鳥手、土浦、石岡、奥の谷、勝田など、鉄道駅名と一致する停留所でも、駅とは別の場所にあった例が多い。この方面は、県と水戸のほか 日立製作所の企業城下町である、港と勝田及び日立、さらには原子力施設の多い東海村がある。これら各地と東京を移動する出張客をコアターゲットにしたとみられるが、長距離乗車がどの程度あったのかは不明である。ただ、所要時間がかかりすぎることもあって、ビジネス目的でこのバス路線を利用した者はほとんどいなかったと言われている。ありがとうございます。